スミロドン族は、絶滅した猫か、マカイロデュス赤に属するケンシトラの族。ケンシトラ全般がサーベルトゥースドキャットと呼ばれるのに、対し、ダークトゥースドキャットとも呼ばれる。スミロドン族は、南アメリカ、北、アメリカヨーロッパアジアアフリカに、固有の生物であり、1030万年前の中心世から1万千年前の後新世までの、約1030万年にわたって生息していた。 名前が示すようにスミロドンが本族に属しているが、スミロドン族には、その他に三つの族が含まれている。知られている中で最も古い族はかつてパラマカイロドスの種と考えられていたプロメガンテレオンである、最後の族はスミロドンであった。これらはすべて上顎の剣士が細長く発達した剣士虎であり、ずんぐりとした筋肉質な体をしていた。 スミロドン族の属子は細長い上顎の剣士により一般に識別されるが、族の間では体格も識別の手がかりの一つになる。例えば、プロメガンテレオンとパラマカイロドゥスは樹上生化あるいは高所に上る生態をしていたと見られ、尾が比較的長く、狼爪が大きく、体格は小柄でほっそりとしていた。彼らののは体サイズに対して小さいものの平らで、 グレード上のエッジは、マカイロドゥス赤と同定されるのに十分である。後の族であるメガンテレオンは、前者二族と、さらに走行性の強いリゾスミロドンやスミロドンの、生理学的な中間型に位置した。後者二族は、地上生活に向いた体格で、比較的大型の獲物を仕留めることに適していた。メガンテレオンスミロドン族の系統関係を、以下のクラドグラムに示す。 他のすべての魔界ロデス赤と同様に、スミロドン族は、氷赤のような原生猫科動物に見られるよりも、効率的で素早い挙動で獲物を仕留めていたと、見られている。長い剣士を使ってスミロドン族は、首や腹部といった、必要不可欠な部位を狙い、首動脈などの主要な動脈を咲いて死に、至らしめていた。長く伸びた、列肉歯は肉にありつく際に骨から肉を剥ぎ取るのに、 使用されたと推測される。接触行動については、メガンテレオンの列肉場からは、茂みの奥柿の中で、ゆっくりと一頭で肉を食べていたことが、おそらく競争の激しい環境で社会を形成していた、スミロドンからは、不肉食動物に肉を奪われることなく可能な限り、多くの肉を食べていたことが示唆されている。ありがとうございます。